金英剣は大韓民国全州出身のプロサッカー選手 J リーグガンバ大阪所属韓国代表ポジションはディフェンダー13歳でサッカーを始め通学先の全州開成中学校のサッカー部でプレーした全州工業高等学校では生活区からサッカーを断念しかけたが2008年に入学した全州大学校では大学1年時に サッカー部での活動と並行する形でフットサルを始めると狭いスペースでの素早い判断と正確なボールタッチを必要とされることで技術を高め、韓国にて全国大会への出場を経験したほか、フットサルリーグで2009年度の得点王となった。リーグ戦終了の2ヶ月後にフットサル、韓国代表に選出され、同年10から11月にベトナム国内で開催された。 アジアインドアゲームズに出場した。後にインタビューにて、フットサルで習得した技が、サッカーで活かすことができるんじゃないかと思って、続けてきたと語っている。2年時在学中の2009年、セルビアベオグラードにて開催された第25回ユニバーシアード競技大会の、韓国代表に招集され出場。また、U-20 韓国代表にも選ばる2009。 FIFAU-20 ワールドカップに出場、チームの主力としてベスト8進出に貢献した。この U-20 ワットハイでのプレーが FC 東京の目に留まり、同年11月から訪日し、練習に参加、翌2010年シーズンからの正式入団が決定した。FC 東京での登録名は、キムヨン軍となった。J リーグ第3節 CE 大阪戦で J リーグ初出場。 左 SB や CB で起用され、2010年6月6日のナビスコカップ第6節京都戦では直接フリーキックによるゴールを挙げた。同年7月には自身にとって初のフル代表入りを果たし、対ナイジェリア戦でスリーバックの左 CB として先発出場。若くしての活躍に、リ・マサヒで、長ョウ・ヒロ安氏輝きの長所を合わせ持つ選手が育っている。 とも評された。11月 U-21 韓国代表として、甲州アジア大会に出場。超高来韓国 A 代表監督は、2014FIFA ワールドカップを見据えて金谷康正義を育てると公言しており、12月には AFC アジアカップ2011予備登録メンバーに選出されるも、 天皇杯準々決勝参加のために直前合宿を途中離脱したことや守備陣に経験を求めたことから本登録はされなかった。2011年に J1 の大宮アルディージャへ完全一席。J1 でもトップクラスと評されたフィードを武器に活躍。大宮ではプレースキッカーも務めた。韓国代表では AFC アジアカップ2011を最後にリサ会社が引退して、 以降、リの後継として、左 SB でも起用された。6月3日のセルビアとの親善試合では、代表初得点をアげマムに選出された。2012年6月、ロンドンオリンピックに臨む U-23、韓国代表に選出された。J リーグでのプレーぶりを、マルチェロ・リッピから評価され、2012年7月、リッピが監督を務める中国長級リーグ。 甲州久し大足玉クラブへ完全一席。チーム合流前に臨んだオリンピックでは CB で金とパートナーを組む候補として挙げられていた甲正義、長肩秀の二人が負傷によりメンバーから外れたことでディフェンスリーダーとして重責を担うことになったが打点の高いヘディングと正確なロングパスで守備陣をリード、銅メダル獲得に貢献した。公衆では 長元博氏に代わって AFC チャンピオンズリーグ決勝トーナメントのメンバーに登録され、あるいて波動戦で ACL 初出場を記録するも大敗を喫した。主力の一人として国内リーグでの三冠を達成。2013年4月、長州が対戦において紅白文のフリーキックにヘディングで合わせ、中国リーグでの初得点を記録。 リーグ戦と並行開催の ACL では、全試合に出場し、表彰帝と共に冷静な守備で優勝に貢献した。A 代表では、世代別代表でも金を指導した、孔明保の下で、再び、孔馬義と共に、CB の主力として、プレーを続け、2014FIFA ワールドカップでも、グループリーグ3試合に出場。しかし、右膝負傷の影響から低調で、 GL 再開に終わった。さらに、翌2015年の AFC アジアカップを終えた頃には背中を痛めたため、同年5月には一時帰国し、治療に専念。回復後はレギュラーに復帰し、同年8月に2019年6月末までの長期契約を締結。同年末には A 代表で首相を務めた実績と堅守、AFC チャンピオンズリーグの優勝により、 東明らけんと共に大韓サッカー協会から年間最優秀選手に選出された。2016年は左 SB でも高評価を得ていたが、9月の上会場港線で相手 FW 復帰と接触し、左飛骨を骨折、長期離脱を強いられた。2019年1月、ガンバ大阪に完全移籍で加入した。4月28日、 J1 大9節ベガルタ仙台戦で移籍後初得点及び J リーグ初得点を決めるもチームは1から2で敗れた。ちなみにこの得点はガンバ大阪における平成最後の公式戦得点となった。国際 A マッチ78試合3得点。ありがとうございます。